はい、音声入りました。はい、音声入りました。やべ、はい、音声入りました。うわ、すごいすごい、これあつまれ動物の森やるでーい。イエーイイエーイ。リツイートします。リツイートしました。完了です。イエーイ。早い、最近早い。そう、携帯っていう手段を覚えたんだ。みんなでやるよ。来ないと3分で終わります。リツイートしました。はい、ありがとう。みんなしたかな。したうむ。どうも皆さん。どうも。僕たちが浦島佐川田千代田でーす。イエーイ。イエーイ。イエーイ。ウーウー。なんかライブやってるみたいだなこれ。確かに。イエーイ。いい感じだ。これまさか無観客ライブでは。あー、確かにね。これはね、うん、確かに俺は無観客ライブだ、完全に。はい、今日はまあどんんまあ動物の森配信やっていくんですが、はい、うん、何やんのってことですね。確かに。何ができるのかわからんって感じだけどね。そう、何ができるのかがいまいち分かってなくて。はい、そうなんですよね。何もやることが決まっていないというかなくて、うん、とりあえずみんなベストフレンドになったから、まあ、木とかぶち折れるんですよ、もの斧で。ほう、怖えよ。全員で危な、攻撃してるやん。危な、あ、いや危な、はいはい、おい、あ、やばい、俺普通の斧持ってないわ。雑魚雑魚斧じゃん。普通の斧、マジあげるよ。この斧しかない。はい、やったー。で、今回さ、うん、なんか坂田が全然進めてないっていうから、うん、坂田のこのキャラデザインやばいもん。やばいよな。いや、お前らのがやばいだろ。普通やんけ。どない、どういう判断。ちょ、いじめみたいなやっとる。いじめみたいなやっとる。初期アバターをみんなでお前課金アバターでいじめんな。初心者狩りやから。初心者狩り。うん、服脱げや。ピーケピーケ。ほら。おい、脱げ。ほら、服脱げ。おい、待てや。おい、脱ぐこともできねえんだよな。おい。おい、やばい。真ん中行け。なんか、すげえ、すげえ、なんか、あ、どういう、こういうゲーム？俺、やったことないから今知ってんけど。こういうゲーム？真ん中行けよ。ジャンプって、どうやってジャンプしてんのそれ。え、普通に進んだらできる。おしっぱでできる。ほんまや。まあ、ベストフレンドだから何やってもいいってことですよね、正直。うわぁ、なかなかやな。認定されたからね。ちなみにこれ僕の家です。あ、僕の島です。はい、はい、これ浦田さん。いや、せっかくなんでね、そう、案内して、案内して、みんなをこう案内して、ツアーして、ツアー。なるほど、案内して、ツアー。まず、右下、右下、名もなき人たちの家。名もなき人たちの家。名もなき人たちの家。そしてオレンジ。あ、いいですね。おお、そしてこれ花。あ、綺麗な花。花なんか。漏れなく誰かが動いてる、誰かが、あー、漏れなく、漏れなく、イエーイ、やっちまえ、やってまえ、やってまえ。まだ咲くでしょ、まだ咲くでしょ。でもまあまあまあ、花はまだ咲く。でかいってやついんぞ、今噛むことも。でかいってやついんぞ。レッド、どうした。いないいない、気のせいだろ。え、ベストフレンド怖いんだけど。これさ、ちょっとマナー違反やからやめよう、これ真面目。真面目。やめよう。いや、いいよ、いいよ。返すわ。いいよ。返すわ。じゃあ返すわ。俺はいいよ。返さないで。はい。返さないで。今の返し方雑。1個しかもらっとこう。ぽよん。返さないで。ベル返してるやん。
一万円。あ、お前が取ってる。え、ひもじんで何もないんで俺。俺何もないんで許してください。俺の島はもうボコボコにしても全然いい島なんで。優しい。優しい。逆に俺がいいってことは、うん、みんなもいいんだよね。やだ。いや、ダメです。ダメです。うちの島はダメです。ダメです。まだ発展途上なんで。発展途上なんで。なるほど。うちは。ウォーターサーバーあるやん。ウォーターサーバーある。すごいな、これ。ここは何ルーム？外で遊べるってことか。ここ何ルームなん、これ。これ、とりあえずね、あの評価を上げるために適当に全部置いてる。あ、なんかやばいズルんだけど今なんか。なんだなんか今、バキンバキンってなんか。いや、やってないよ。俺、斧振り回してるやつだったけど。やってないよ、そんな。あ、ほんまか。これなんか4つかも。これすごいな。何やった？これなんか、電車走ってるやん。これ何これ？すごいな。橋、橋か。うん。これは？この橋は？さかなんか叩いたこれ。いや。誰かが。そんなんせえへんよ、俺。誰かが。だってこのゲームやり方わからんもん。ああ。じゃあちょっとこっち向いてるから、もう一回やってみて。いや画面で映っとるやん。映ってる。やらんよ。いや、映ってない。浦田さん見てないもん、だって。見てないから。見てないよ。やらん。ちょちょちょ、他にもちょっと、他にも教えて。いろいろ。あ、叩けや！早く見せろよ、お前。叩け！見せろよ！ここ叩くんで、ここ。ここ叩け、こうやって、おい。ああ、いいのかよ、おい、大丈夫かよ、上がるためのものない、いいのかよ。お、取れ取れ、なんだこの持って帰っていいのかよ。いいんだよ。じゃあ、せっかくちょっとじゃあ、みんなで持って帰ろう、思い出の品を。なんだこれ。なんか、うんぴって言ってんだけど、誰が。え、これが僕の家です。みんな、え、ほんまに竹買ってるやん、やば。お、入ってください。あ、入りまーす。おじゃ、いでぇ、入ろうぜ。お邪魔しまーす。入んのこれ。入ろうや。あれ、フリーズしてる。ポンボくん。いいの。よし、俺が2番目に入る。え、これどうやって入んの？うわ、やば！入った。なにこれ？熱そうなんやけど。え？マグマじゃん。僕の。うわ、え？なにこの趣味の悪い部屋。趣味の悪い。お邪魔しまーす。死んでんやん。すごっ。これ2階とかないの？2階あるよ。確実にこの3つの扉とか確実にありゃん。正解1個しかないみたいな。うわ、何これ、え、すごっ、ね、間違ったとこに入ったらまた最初の部屋から戻るみたいな部屋やん。すげえ。え、すごい、やばー、何これ。2つまであります。あ、ここちゃんとチャプチャプするやん、これ。なんかすごっ。このおっさん何、何にもないやん。でも見に行こう。払っただけ、まだ。どういうコンセプト？まだ払っただけ、お金を。ああ、なるほど。お金全部返したん、もう。返した。やばー！ない。すごいな。大変でしたよ。お金がいくらあっても足りなかったわ。なあ！こっち行こう。はい、以上です。なんもないんや、ほんまになんもないんや、これ。トイレ置いてある。トイレ置いてある。トイレ持って帰れへんな。トイレ。なんだ。車椅子トイレ。よっしゃ、行くぞ。ブリブリしながら進めるからな。ブリ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 、おならプップー、おならプップー。ブリブリ、ブリブリ。トイレ、おならプップー。なんもない。あ、アホすぎだろ。トイレどっち？右？左？左。左。ちょっとトイレ。早く出ておいて、一番最初に出てきた人に服あげるよ。あ、欲しい欲しい。マジで？行こうか。欲しいもん。俺が欲しい。俺が欲しい。俺が欲しい。俺。ローディング、ローディング長い。ローディング長い。お前の服持っとるやん。あれ。はい、俺でした。イエーイ、ゲット。俺もくれ。はい、ゲット。うわ、俺もちょうだい。俺もちょうだい。全裸着替えて。着替えて。あいつどっか行っちゃった。欲しかったなぁ。坂田にはね。なんかめっちゃ可愛いんやけど、普通に。え？着替えた。いいな、その服。俺は？うん。俺は俺。坂田にはね。あ、じゃあ今、服脱ぐからあげるよ。あ、いいんすか？いいんすか、その服脱いだやつ。もらっちゃって。
はい、これあげるよ。やったいいよ。デニムパンツ。着て着て。で、イエーイ。着てねえから。着てねえから。着てないよこれ。それ脱いだだけやろ絶対。脱いだだけで。いやパンツやだけ。靴下脱いでるだけや。肌着やんけお前。あこ、お前肌着やんけそれ。こうかこうか。ああ変わってねえな。あんま休日のお父さんやん完全に。チェックバカにすんなお前。坂田このメガネあげる。これ。あいいっすか。はいはい。やった嬉しい。これお前に似合うよ。やったー。アイマスクじゃんこれ。はい。似てるやん。まあ僕んちこんなもんですねもう。ありがとうございます。ないっすか。いいっすね。もうここに木があるぐらい。うわ全部の果実揃えてるやん。いや1個だけないんでね確か。なんか話してるやついいの。なんか2号ってやつおんねんけどさ、浦さん決めたんだ、うん、お前。違うもともと。おんねん1号2号とか。なんか1号どこ行ってん。分からん。わ。うわ。さえ桃欲しい。桃もらっていい？あいやいやいや。やった俺桃探してたんやんずっと。うん、あれなんか あおいあれあれなんだこのなんやこのくちばしえいいよ取ってあ一個もろだいや坂田もらいやこのうちの果実桃なんだよねいらんやん坂田上坂田桃もらっときややったー桃や今日もこれで生きていけるあそんぐらいかなもううわ何こいつスーパーヒーローみたいなやつおりゃ2号あ2号やかわいい2号なんかさっきメイプルちゃんってやつめっちゃかわいかったでねメイプルちゃんかわいいよねメイプルちゃんのほうメイプルちゃんはねどこだメイプルちゃんなんかさっき歩いとったでなんか超合金じゃあ釣り大会一緒で釣り大会一番魚を魚釣ったやつ勝ちゲームいいややろうやうちでやんのどこでもいい、ね、俺釣り竿ないからちょうだい誰か無理無理ちょうだいよ釣り竿坂田これあげるよえどれどれどこどこどこあいたいたいた釣り竿ちょうだいじゃああげるあげるあげるはいあげたどこあなんかくれた。何これ。おせ。釣り竿や。嬉しい。釣ってみよう。なんだこいつ。釣ってみよう。目が見えてないやつがいる。え、右端にいるのみんな。下の海下。右下ベラ？左下。下の左下の海におる。坂田そ魚魚魚おらんぞ。魚いないよ。だから魚おらんのや。いい日。魚いるとこで勝負しようや。柱ほら。え、なんか釣ってない？あ、見せつけんのバカが。バカ。ででんちゃうんだよ。え？見せつけんなお前。よし。ででんうるせえな。ででんうるせえ。よし釣るか。釣りしますか。魚はね。魚どこだ。魚いないです、ね。いないね。ないね。あいるいるいる。まあ、あれ雑魚なんで。あ雑魚か。3月最後のこれ北半球いた鈴木ちゃんこの大きさいやいやシーラカンスなんでやべ降ってないしやべ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 はい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 イエーイどこでおるカレーいやヒラメやヒラメかどこにおる左下こいつ誰やねなんだこいつはよ。お、来た。なんか起きたみたいなやつおるんやけど。モブじゃん、二人。寝てるけどね。寝てるけど。メッセージボタンある。うまや。あげる。取ったここにもおんで魚。こっちのメッセージボタン取った。お前が取る。桟橋これ。桟橋や。桟橋はなんかもともとあるね。よし。こんなまったりしたゲームいいですね。ねえなんかお出かけするみたいで楽しいわ。あ、おるやん。ほんまや、俺もらおう。
はい、邪魔する邪魔する。走って邪魔する。誰が一番最初に釣れるかや。あ、逃げたやんけ。誰か走ったな。うるさくしすぎだって。いや、リーダー走ってたよ今。ちょっとサム釣り竿くれ。サム釣り竿くれ。サム釣り竿くれ。俺にくれたからなくなってる浦さん、ごめんほんま。くれ。ごめん。いいひんな。ナイスー。いいやつ。な、ここ何？ここ。ほら、これ、これ何？なんだ。なんか、ほら湧くんじゃないここにも。魚かなんかが。湧くのか。なんか飛んでるよ。まあ、いいか。あいつめっちゃカメラ映ってくんな。魚いねえじゃん。いないね。ね、魚いないぜ、ね、ここも。うん。走ってると逃げるからね。餌撒いたら来んのや。餌撒いたら来る。誰か餌撒いと撒こうや。餌な。作らなあかんね。持ってないわ。アサリを取らないで。アサリ取ってDIY。そう、めんどくさいねん。ここにアサリおる。でも作らなきゃいけないんで、はい、わざわざ。あ、そうなんや。やべ、拾え拾え。え？あ、俺。俺。来た来た来た。ちょっと邪魔。俺俺俺。おっしゃーだ。うわっしゃ。やば。しゃ。俺やこ俺ここ。俺だ俺。やめろどけ邪魔や。そう。どけ邪魔や。やろ。やろ。俺や俺や俺や。やったー。なんでー。なんでー。なんでや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 ー。みんなで協力したらええやん。俺らいつでも魚釣れへんからな。ああ DVD でも釣れねえから。確かに。繋がってたんか。泣いてるわ。あそういえばどうやろ。みんな走ってるけど無理やん絶対。ほんまおるぞ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 。来てないいたいた。おるぞ。クリオネかなんかおるぞ。はいなもう。あ誰や誰や。邪魔しろ邪魔しろ。俺や。やめろ。騒がしいね。でああげ。一生釣れんぞこんなん。一生釣れん。あ、来た。おるぞおるぞ。いた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 。いけいけいけ。よこせ。あ、来た。え、あ、え、全体逃げた逃げた。逃げた。いや、釣れんねんってこれが。どうやって釣んねん。4人いると無理じゃん。すぐ逃げるやん。4人いると無理。だからこれお前ねえだろ。え、なにそれ。すげえ。見せびらかすね初心者相手に。初心者相手に。すげえ。一瞬気のせいかと思った。すごすぎて。あ、なんかくれるくれる。ありがとう。いいやつ。ああ、じゃあ間違えた。取れずに投げてる。俺が返せって。返せってお前。返せって。返せってお前。これやりたいんけ。落ちたー。え、落ちるんこれ。すげえ。落ちてるやん。バカかよ。落ちてる人おる。あ、そんなんできんやん。坂田やるよ。くれ。坂田飛んでおいで。坂田飛んでおいで。どこにあるの？坂田あげるね。なんかくれるって。くれ。作って。よこせって。お、来た。なんか来た。ちょっと、どいて。どいて。え？これね。はい。お。お、来た！やったー！飛べ飛べ。どうやってこれ飛ぶ？飛べ飛べ飛べカバジ。飛べ飛べ。おー来た。飛べカバジ。うわすげえやったー。面白いこれ。いやこれな手に入る結構ほんま先の方なんやで。そうなんや。俺めっちゃ今ハマってるやん。楽しい。そんなんで楽しいんだ。よし魚釣りに行こうぜ。イエーイ。イエーイ。魚いた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 いけいけさあ釣れた逃げて協力しようマジで協力しようおいなんでだよパーン言うだけ誰やクラッカーやったやつなんでそんなことすんのあはは佐々木落ちてたけど悪い人や佐々木どうぞどうぞやった持ってってくるありがとうございます気にせずポケットいっぱいになったらどうしたんやんこれ いらんもん捨てたよしイエーイ釣ったー石台おい石台じゃんイエーイ素晴らしい
次は俺の釣りテクを見せるときか。なんか穴開いてる。でかっ、でかいいる。あ、でかいでかいでかい。あ、でかいぞ。頑張れ、頑張れ。いけ頑張れ。頑張ってこ。ダメだ、俺で、俺じゃない。俺じゃない。誰せんだよ。おー、せんだ。イエーイ、ちょうちんやんこー、ちょうちんやんこー、ちょうちんやんこー、おいいいなぁ。どうやらですね、坂田さんが全然、はい、あの島が進んでないということで、お、うん、手伝ってやるよ。お、なんか手伝って俺の。いやでもその前にさ、はい、他の島ちょっと見ようや、一回島くんの島とか。いやそれちょっと無理っす、うん、それは無理です。なんでよ、なぜ、なんでよ。いやそれちょっと無理なんで。危ないんで。いやなぜ、あ、お前なんかあれか、ちょっと後ろめたいことあるんやな。配信してるわ。配信してるわ。せんなお前。せんわ。お前なんか見せられへんような性癖出しまくりの部屋とかそういうことないわ。そんなもん。はい。あれ、ない。え、大丈夫？そんな、そういうのはあるんやったら別にやらんほうがいいけど。言い方。いやいや。しまくんはなんで見せてくれへんの？怖いもん。いやいや。なんでよ。ないでしょ、さすがに。俺が配信終わったら全部この切り株になってたら嫌や。いやいやいや、それせんへんよ。わからんで。いや、本人、わからんで。本人が OK っていうものしかやらないよ。おうそう。俺やめてって言われたらやらんもん、俺ら。この島何してもいいんで、別に。ほら。ほら。反撃せんと思ってんのか、俺が、お前。いってる。おい。反撃せんと思ってんのか、俺が。おいぞ。いいぞ。じゃあ坂田さん家行きますか。行こうぜ。別にいいけど何もないよほんまに。だからあるとこのがいい。発展させようよ、発展。あー、メープル。え、あ、かわいい。これメープル、これメープル。うちのアイドル。なんだ。怒るぞ、怒るぞ。ポキポキ言い始めるぞ。え、これどうやって攻撃するの？めっちゃ、めっちゃ、めっちゃしばいてる、めっちゃしばいてる。こいつ語尾ダメやないや。ね、こいつらを落とし穴に入れることができやんの？できない。囲め、囲め、こいつ囲め。囲め、囲め、で、で、やばいやばい、出られるぞ。出られる、出られる、脱出する。あかん、あかん、あかん、あかん。待て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 、俺が止めとく、俺が止めとく、俺が止めとく。今のうちだ、急げ。急ぐんだ。囲め、囲め、囲め。急げ、俺が食い止めておく。話しかけて止めてる。よっしゃ、いいぞ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 。え、こうなったらこいつどうすんのこれ。出れなくなるだけ。え、そうなん、かわいそう。でも次の日勝手にワープしてる。え、穴をにはまることはない。かわいそう。俺たちは一体何を得たんだろうかって感じがするな。ふめんね。よいしょ。よいしょ。なるほどな。いやー、すげえ。めっちゃ植えてる人おるけど。腐るやん、これ絶対。うん、坂田さんちをあの真っ平らにするっていう企画でもいいんですか？いいですね。別にいいですけど。いいんですか？いいんですか？だから先千羅と島くんの家行こうって。だから、まあ、僕もそれなんですね。何を恐れてんねん。いやちょっと確かに真面目にちょっと納得させる理由ちょうだい。納得させる理由。すごく毎日コツコツ大切にあの島育ててるんで、俺いいとこないんで、あのいや、かそれを見せてほしいって。 Me too、 それを見せてほしい。カッカッ、なんつうの、持ってっていいもんとか、あの切っていいもんないんで、うち。ない、俺もない、俺もない、俺もない。信じて。え、逆にし、なんで信じてくれへんの？え、さっきめっちゃ竹買ってたもん。そう、コンコン言ってた。嘘やん、え、せえへん、そんなせえへん俺。まあ、皆さんがやっていいって言ったからやっただけで。そうそう、俺はいいって言った。じゃあ、来ます？ということで、じゃあいいよ、別に、いいよ。 うちの、いいんすか、うち行きます。じゃあ、どうしたねんけ、これってどうやって、どうやって行けんの？一回帰らないかな、自分の島に。お開きにするわ。じゃあ、うん、一回閉じまーす。強制的に閉じ、落ちんの、それ閉じたら、うん、強制的に落ちる。
あ、お開きだ。わあ。じゃあ、何も荒らさず帰るから。何もないで、マジで。さすがに荒らすのはよくない。いやー、何もないな、確かに。リアルに。てか、つまんねえんだよな、普通に俺の島。そうなんや。俺の島もつまんないけどね、かなり。いやー、一番充実してるよ、やっぱ。いろいろものがあった。うん、そうなんや。本当か。進んでるって感じある。本当に？うん。スローライフやから、こっち。そう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 。ああ、時人じゃないの、そういえば。時空駆け巡ってない側やから。そうだそうだ。え、時空駆け巡ってんの、もしかしてお主。当たり前じゃん。あーすごいな、やってんな、それは。それ、公式はあれじゃなかったっけ、なんか、翡翠賞みたいな感じのこと言ってなかった？バカ野郎！あ人の遊び方に、打ち付けられるほど、おめえやってんのか、このゲーム。やってないっす。やってないっす。気をつけろ。じゃあ、何も知らないからこその、言ってしまいました。何も知らないから。人の遊び方のスタイルに、いちいち口挟んでんじゃねえぞ。すいません、任天堂さんに伝えておきます。頼むぞ。これって普通に島開けたらいいのかな。なんか会うときあれば言っときます。ああ、会ったら言っとけよ、ちゃんと言っときます。あ、島開ければ OK。 開けますね。あ、俺も今迎えるにしちゃってた。どうしよう。あ、どっちの家行くの？じゃあさっき来る。ちょっと張ります。あ、じゃあパスワード、あ、ベストフレンドを招くでいいのか。そう、うん、あ、やばい。そうか、そうするとさっきもう一人いた、あのハゲチャビンのやつが。ハゲチャビンもベストフレンドじゃなかった？なってない気がする。ハゲチャビンだけ友達じゃないってことか。チャットにサムはベストフレンドちゃうって書いてある。関西弁を使うな。うん。ベストフレンドちゃう。じゃあさっきマーシンとか行く？せやな。マーシン行くか。ああ、閉めちゃった。あ、俺もじゃあ俺つけるわ。あ、オッケー。オッケー。じゃあパスワード作りまーす。はい。お願いします。はい。あ、パスワードじゃなくてフレンドでいいんじゃなかった？あ、いや、ちょ、そうするとあのサムが。あ、そうか。これ。あいつか。うん。パスワード作ると、ほいほい。これ2つなってさ、1回決めたらもう変えられないんだっけ？2つなって、あのパスポートの。あ、変えれる。変えれんねや。肩書き変えれるわ。肩書き変えれる。パスワードがこれだ。ザース。これ一人ずつしか結局いけないし。先に島くんから言っておいでよ、配信的に。どうぞ。確かに、うん、じゃあちょっと待ってね。はい、パスワードで探します。これ配信画面見えたらあれやけどね。あ、隠してる隠してる。あ、ほんまや、一瞬隠しな。隠してるよ。オッケー。神、えらい、仰せの通りに。来れた？今探してる。ほい。あ、あるわ。行きます。はーい。あ、音でバレてる。何？音でバレんねや。あ、まあええやろ。まあ、まあ、こんやろ。だって。まあええやろ。大丈夫。そっか。音でわかるか。そうだ、これ言うんや、こいつ。A とか言うんな。結構言うもんね。めっちゃおもろいやんか。入ってこないでね。うん、それでマーシー、フェイクとしてあれやろ、ファックって言ってんのやろ。実は、うん。入ってきた瞬間、あれ閉じようぜ、普通に部屋。アテンションプリーズ、陶器は間もなく、キシリトール島に到着いたします。こんにちは。キシリトールね。うわ、桃欲しい。どうぞ。やったー。なんでそんな桃欲しがんの、この島君って人。自分家の特産品じゃないやつは高く売れんねん。あ、そっか。そうだから他の人の
しまいってフルーツをいっぱい潜るとめっちゃ儲かる。え、めっちゃ桃生えてるやん。そうだよ、桃さん、桃さんって。でも自分で植えてんのこれって。いや、もともとあるやつがほとんどやな、桃は。そうなんや。もらおう。うん、リンゴとかは植えたりしたけど。次、浦さん行きな。あ、わかりました。桃、持ったろ。めっちゃ、もぎフルーツ、もぎもぎ。めっちゃ、めっちゃもろたろ。パスワードだよね。うん。ん？どうした？さあ、みんなを迎えるか。これ、センラと一緒におったら俺も手振ってくれるんちゃうか。なるほど。お出かけします。あれ、どこ行った？消えた。キリトルト、こっちや、うん、行きます。キシリトルトってなんでキシリトルトにしたの？まあ、なんとなくかな。全然気にならんけど、教えて。うん、気になるんやったらええんけ。全然興味ないけど教えてよ。気になるんやったらええんけ。1ミリとも興味出ないけど教えて。同じ感じやんけ。時間がさん、ほら、そう、うん、配信つなぎのために教えて。やっぱりね、あれなのよ。ポーズ、こう、ありがとう。今ペン立てにしてるのがキシリトールのガムのあのボトルなのよ。それが机の上にあってね。うん。で、面白い。だからそうした。思ってたけど、そうでもなかったな。うっせえな。ちなみに島の名前決めについてはセンラの配信のアーカイブの1話を見たらすごくセンラが後悔してる様が見れると思いますので、ぜひ皆さん見てください。あ、宣伝してる。宣伝した。はい、宣伝してる。ぜひ見るべきかなと。ええ、宣伝してるな。浦さん着いた。森森、今浦田さん来た。来ました。じゃあこんにちは。一緒の飛行機ちゃうんかったんか。あ、1個遅れ、1人ずつ来る制度すごいな。これなんかもうなんかもっさりしてんな。ねえ、めっちゃ遅いわ。任天堂に言うとくな。ちょっと任天堂さん頼むよ。ちゃんとしてこだわってるみたいやけど、ちゃんとしよう。友達ね、はじめまして。お前かい。お前かい。パオン君先に来んの。お前かい。お前先来んなよ。お前配信外におる男よ。先行くな。お前ちょっと空気読めや。誰だよ。まあいいけど、取り込み中できなかったやんけ。もし言われもしって誰だよ、もし。変なとこで目立とうとすな、お前は。パオン君。パオン君。パオン君。由来、あんま興味ないけど教えてほしい、ちょっと。パオン君の。確かに。ああ、じゃあ、チャットで書いてや。うん、あんまり興味はないけども。読み上げる。興味ないよ、ご利用したらちょっと興味ある。おめかしして出てくんな、お前。おめかしすんな。ちょっと可愛く。お前ふざけんなよ。ちょっと可愛いなってるやんけ。こいつやっぱあれやな、可愛いって見られたいとか出てんな。こういうとこね。こいつ。許せぬ。許せねえ。ちょっとやつや。声高めな感じもやっぱそういうことやったということやわ。やらしい。お、出てきた。さあ、どんな感じかっこよくなってるかな、坂田は。楽しみやな。楽しみや。当然よ。うん、めちゃくちゃかっこよくしてるよ。いや、やっぱイケメンな感じでね、くんやろな、やっぱ。する時間がこんなにやってんで、逆に言えば。確かに、 確かにね。する時間もうめちゃくちゃ長かったよ、俺、待ったもん。坂田田坂坂田党ってなんすか。何なんそれ。興味ない。冬の肌け。冬の肌の感じけ。これね、じゃあ、どういう理由でこうなったの。理由、いや興味ないんやった。いや興味ある興味ある、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある、興味ある、興味ある、興味あるから教えてほしい。じゃあ教えるわ。うん、なんか面白くしたくて悩んだ結果何も面白くなくなってしまった名前。面白い名前じゃねえか。面白い。ほんまよかった。面白い。面白い名前決めんのにね、5分かかったね。寝たまんま、寝たまんまの格好でぐんなよ飛行機で。あのフライトの時間長かったから。長かったから。外せよ。そのまま来てるやん。お主ら集合じゃ。どこじゃ。はい、どこにいるの。ここだよ。うん、じゃあ広場で。
ヒロマ。オッケー。わあ、来た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 。はい、これが、キシリトール島です。おー。なんもねえじゃん。ないんだって。何もないね。マジでなんもないんだって。めっちゃこだわってんのかなと思ってたら、何もない。巻き込める、掲示板に。あ、書き込んで、そんなんできんの？あ、そうや、書き込んでくればよかった、浦田さんのとこも。確かに。全力で桃むさぼっとるやつおる。いけど桃希少価値よ。桃いけど。なんならこのキーごともらっていいだよ、ちょっと。ああ、2本ぐらいやったらいいよ、2本ぐらいやったら。やめとく。俺も嫌やもん。そこらやな。確かにな。桃はね、俺この辺にさ、リンゴの木をさ、10本ぐらい植えてるから、それはちょっとね、勘弁してほしい。どれか分からんけど、果実取ってるから。食うな、お前は。あ、ごめん。何食うてんの？美味しすぎたから。美味しすぎたから。まあ、ええけど、どんどん食え。これ食って、なんか意味あんの、このゲームって。食うと力がついて。食ったらパワーがつく。あ、つくんや、やっぱり。そう。なるほどね。食うと力がついて、なんかこういうとこの、も持ち上げられるんですよ。持ち上げてみ。あ、そうなんや、すごいな。ちょっとじゃあ、あの、せんらこだわりポイントちょっと紹介してや。こだわりポイントは、ね、やっぱりね。マシが絵描いてる、マシが絵描いてる。え？絵描けんの、この絵。絵とか描けんやん。あ、花いっぱいあるじゃん、かわいい。サインやん、自分の。え、来た証し。来た証し残した。めっちゃ下手くそ。いいな。めっちゃ下手やったけど今。あ、なんか落ちてるぞ。なんか、なんだこれ。赤いヤシンス、なんだこれ。これ俺んちのだ。人のもの取って捨ててるなよ、人んちのとこ。ゴミみたいに。こだわりポイントはね、まだあんまりないんですが、海岸にヤシの木をたくさん植えています。おお、なんか南国感あっていいですね。でしょ？うん。おい、なんだよ、お前スコップ持ってんだよ、怖えな。なんだお前スコップ持ってんだよ、怖えな。持ってないや。手に持つこと禁止やで。来て来て、ついてきて。オープニング感あるな、なんかこう。うん、なんかちょっとええわ。あとはね、ああ魚や！え、あ、お前、取る。おい、これあれじゃん。もしかして行け。誰が釣れないな。サメじゃないんこれ。こんなとこにサメ出る？出る出る。ここの加工出るから。超ザメ出る。ああ！下手くそ。超ザメやったかもしれんぞ今の大きさ。もったいねえ。残念すぎてちょっとやる気なくしたもう。そんなレベル。じゃあ俺の部屋を案内するよ。やったー。ありがとう。どこ？よーし。俺の部屋はね、めちゃめちゃ素敵やぞ。びっくりすんねん。マジ？楽しみー。うん。楽しみー。俺はええわ。こだわってんねんな。花すごっ。せや。この花はとってええやつ。お、浦島坂田線からもしかして。え、いや違う。何や、違うんか。そのなんだよ。こだわれや。どうや？入ってみるわ。邪魔。ああ、折れた。ね、綺麗にしとるわ、なんかこう、だいぶ余らしてるけど。素敵やろ。素敵やな。いいカーペットやし。おお、すげえ。おしゃれ。ね。ここ座れん、あ、座れた。おめかししよう。おお、綺麗。これなんのか。これあれやん、机引っ越ししたばっかりの人みたいになってるよ。床で地べたで食う人みたいになってるよ。勝手に開けてるこれ。机まだ来てないねんっていう人の。こっちは左側は？なんもない。ここだけや。ここだけか。うん。おう、いいぞ。桃は持ってっていいからね。何食うてんねん。なんで人んちで果物食うてんねん自分の。炊くよ。すいません。さっきね、浦田のところでね、家具買ったんだよね。うん、何買ったの？あ、でも置けないんだよね、人来てると。ほんまや、人来てると置けへん。あ、そうなんや。ダメか。っていう感じです。以上！
お願いします。イエーイ。セナさん、1個ぐらい火持って帰ってもいいですか？いいよ。桃持って帰っていいよ。いいの？うん、全然いいよ。桃の木ならいいよ。桃の木なら。桃の木以外は、リンゴの木かもしれないからやめて。桃はいいよ。わかりました。ああ、リンゴだけ大事にしてんねや。ないからね。そう、桃は自分のとこやね。そう、リンゴは、他のとこは取ってきたから、なくなると困るね。これは、そういうことやね。全然どれでもいいよ。めっちゃ桃なってるやつやったら。桃なってないやつは。桃なってるやつ全然いいよ。マジ桃は全然いらん。どれだ。ここら辺がもしかしたらリンゴ。リンゴやめて。あ、すいません。リンゴはちなみにもう俺果実今日全部もぎ取ってるからもう見えへんと思う。こんだけありゃ十分やわ。あ、これリンゴの木だ。なんでわかんの？取ったらわかんねん。取ったら。え？取ったらリンゴの木だ。なんで取ってんだよ！戻しました戻しました。そっか取ったらわかるんか。なるほど。そうそう。木ごと取ったらわかんねん。リンゴはダメだって言ったでしょうが！セナさんどこにいんの？あ、私釣りしようとしてました。進めんなストーリーここで。ちょっとでも進めんな。どこ？みんなどこ？セナさん。あ、いた？左に。これなんでさ、みんながいるマップわからへんやろな。あいたいた。ああ確かに。ああ。任天堂に言うとくわ。うん、セナさん、これあ、これあげるんで、ちょっとこれあげるんで、1個聞いてください。怖えよ、なんか。怖えよ、いいよ、もう。やらしいよ。持ってっていいから。やらしいわ、逆に。符号がおるぞ、符号が。拾えなかった。さ、もらっとこう。やったーわーい！イェーイ！なんか罪深いなぁ。イエーイ。ワイロ、金の力で解決するのやめて。ワイロやね。こんな感じですかね。そうですね。次行こうぜ。じゃあ、島家行きましょう、島家。島家いいっすか？おい。行こう。じゃあ、俺解散したらいいよね。うん。はい。坂と余ってる間にイメージないことだからね。ああ、そうやね。ね、そこはマイナスボタンでバラシにできるよ。え、そうなんだ。うん、ほんとだ。これに雑草置いてこ。なんでだよ。まあ抜いた後やし、ええやん。なんでだよ。欲しいってさ、ギリギリまで桃取ってこうとしてたし。バレた。いいけど。全然、桃はもう全然いらんから。桃ちゃん先輩。桃ちゃん。桃ちゃん先輩。あ、面白さ。どう？大丈夫？島くんちゃんと時間合ってる？合ってるよ。ああ。なんか3年後とかに飛んでたりしないのかなと思って。吹ける。実は1分ぐらい違うかもしれない。うん。あ、帰ってきた。マイル止まった。じゃあ飛んでんな。開けようかな。島島に最初に行くのは誰？シュッと開けます。はい。よし、遊びに来てもらう。じゃあ僕が行きますよ。うん、オッケー。インターネットもうお出かけしたい。通信で出かける。ちょっと待ってな、まだ開けてない。インターネット。すごい、2万人の方が見てますね。すごいね。やばっ。みんなやってんすか？おい、雑草置いてったやつ誰やお前。見つけ、おい、竹置いてくな。ありがたい、ありがとうございます。竹置いてったやつ誰やお前。竹ってこれ植えても意味ないんやっけ。竹はなかったっけな。竹の子か。
あれ、あ、まだ開いてないのか。待てよ、今炊く。竹置いてたの。サムだろうけどさ。うん。あの人、俺んちのだからね、あれ。輸入。迷惑じゃん。あ、これあれ、パスワード飛びか。みんなもう、フレンドじゃなかったっけ、マシートは。ああ。いや、俺ね、サムがね、違うのよ。マーシーのとこに行った。パスワードで探す。なんもないのよ。XGP 言うてる言うてる。PGP とか U 言うてるやん。6か。6を言うてるやん。お、ありましたね。ロック砲塔塔が。それはどういう名前な？これあのバイオハザードコードベロニカに出てくるクリアが囚われた島ですね。うん、島、うん、島です。不運ちゃうね。あ、面白い名前。うん、お、誰か唯一無二、唯一無二って感じ。唯一無二なのか。唯一無二ではないね。みんな。コメントでパスワード言っちゃダメですよ。浦田さんはリスナーさんを信用してるからねって言うんだけどさ。全然違うパスワード言ってるから。さすがに適当よ。あ、なんか綺麗な感じになってる。でも、お、ちゃんとやってる。ちゃんとやってる、ちゃんとやってる。なんもないで。次行くの誰？俺行こうか。俺もうちょっとで作ったらまだも、まだだかも。ちょんまげや。はーい。来たか。あ、着いた。おお。ようこそ。なんで？あ、いいけど別に。どうぞどうぞ。ありがとうございます。積むぐらいやった。それがガソリンですね。おっと。その両手に持ってるのは何かね。後ろからの圧。すいません、これで許してもらえますか。これで何をしたいのかね。これで何か何か対価で。いいでしょ。いいでしょ。取っていきなさい。許しましょう。許しましょう。またワイドだ。またワイドしてるな、こいつ。許しましょう。金で全て解決してる。なんかやだな。出ないですよ。価値悪いんだよな、マジ。額がすごいから。額すげえから。もう飛べますよ、皆さん。今行ってます。はい。なんでそんな浦さん金持ってんの、逆に。株で当てたから。ハブくぜにやる。一攫千金しとる。株だ、株。株あれよ。すごいな。損することもあんの、その株で。まあ、マイナスの時に売れば。あるけど、あんまりないんじゃね。まあ、一週間やから、こう、ちょっとでも高く売ろうとすると、ミスるかもね。坂田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 。これちょっと一回で読めた人すごくない？読んでみて。僕からいきます。坂田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 。すごい。もう合ってるかもわからん。じゃあマーシー。坂田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 。ダメダメだな。ダメか。じゃあセナさん。坂田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 。タカタカとも言うてるよ。え、なんかキモ。なんか、え、なんか裸の大将来てる？もしかして今。なんか頭にハイビスカスつけてんのポイントやから。靴履いてないし、ほんでまた靴履いてないやん。え、もうみんな向かった？うん、あと2人。もう入った。センラとサム。あ、ちょっと待って、俺まだ行けて。ちょっと待って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 。急ぎ急ぎ急ぎ。よし。どんな島？
マーシーの島。なんもないで、マジで。いい感じ？入り口だけだけど。俺もみんなで見ようかなと思って待ってる。オッケー。うん。いいな、みんな。なんか、あ、ここに生えてる花は、浦島高専をイメージしてないな。おい、なんだ？やったな。ん？どうした今？え？なんか今、なんか、なんかようわからんとこに木埋められてんな、浦島さん。今なんか埋めたね。さっきの返し。これが気になる木だったらいいんだけど、別に木のなる、じゃあ金のなる、金のなる木だったらいいんだけどね。これはいいやつだったよ。これいい木？これいい木。すげえ。すげえじゃん。え？なんで？間違えた、ごめん。もう！あ、これか。もう！どうした？え、ちょっとパスワード間違えましてですね。赤い花だけ植えて、なんか、俺のこと好きかな。あー、違う。なんて？なんだって？いや、赤い花だけなんか植えてるから、俺のこと好きなのかな。ああ、そうなのよ、実は。そうそう、坂田のこと思うって。別になんか歓迎されてる感あるわ。うん。いや、別に赤いからって全部坂田、自分のことやと思ってるの、ちょっとやばっ。やば。今、島君に確認したら、島君はそうやって言ってるから、頭おかしいのは、お前やな。そんな。ちょっと、なんでこんなとこに木があんのよ。どうした、この木。すげえ、邪魔な木があんな、これ。これ伐採されてもおかしない気やな、うん、おるか。でも金になる気がからな。おっしゃ、あ、金になる気が、金になる気が、さすがに金じゃないよ。よし、ここ、いけいけいけ。あ、スコップだけない。うん、座ろう。あ、座れないん。座れるよ、十字キーをしたら。座れんの？じゃあ、来た。敵襲や。マジ、あの、ミサイルとかないん？対空ミサイル、対空ミサイル？そう。撃ち落とせないのかな？撃ち落として。なんでだよ！いや、あいつ絶対こっそり盗んでいくから、自分の利益のために。こっそり盗むから、撃ち落とした方が。盗んでない！なんなん、ケープって名前。整髪スプレー。ん？うん。いや、聞いたやつから答えただけやけど。いや、なんで、じゃあ、なんで整髪スプレーの名前を名前にしてんの？好きなん？いや、ポケモンの時は VO5 って名前やって、ああ、うん。次もやっぱり同じ。めっちゃ手振ってるやん。パンチパーマ当たってるやつおるって。おしゃれにしてきてんな。お前、うわ、かわいなってきてるやん。ねえ、おめかししてきてるわ。お出かけやからな、やっぱり。時間があるからでしょ。飛ぶ前。お出かけ。邪魔やな、この切り株。うわ、ね、植えられてん、これ。切りましょう。やったぜ。そんなことできんねん、すげえ。これでもとどう。なるほどな。よし。あと一人、うん、さ、ムサ、あいつ置いてくか。すごい、あ、こうやって縁にやったら評価上がるんか。上がりはせんけど、見栄えやな。おー、今走ったな、誰か。俺走ってない。あれ、お、今散ったぞ、散ったぞ、一枚ピヨンって。おー、やったな。おい、お前パンチマーマーか。おい、なんやそのブロッコリーみたいな、お前。取ったまんで頭飾ってるよ。ルールやんか。取った感じ。確かに。ちょっと待って、坂田のアバターキモない？なんで？なんなん？おねえ？おねえなんそれ？どうでか。うるせー！キシャー！対空みたいに。うるせこれでも生えてくんだよね、今回の花って。前回もそうだった？生えてくる、生えて、いや、前回は摘むと、あ、どうやったかな。あれ、これサム開けへんのか。サム来んのか。
多分寝た。パスワード合ってますってなんか疑われてんで。みんな来てんねん。みんな来てるよこれで。みんな来てるよ。これ何だ？これゲーム？ガソリンか。ガソリン。はあ、ガソリン。マシ、鼻の代わりにこれあげるよ。やった。もしかしてあれかな、俺設定ミスったかな。これもあげる。すごっ、ステージある。みんないろいろあるんやな。あ、うわ、でっかテリーベア、何これ。多分来ないね。俺が設定ミスったかも。じゃあ、スリ大会するか。ミスなんかサモンが来れない。でも、ミスっても全員同じだろうか。お城がある。すげえ。かわいいじゃんこれ。ね、これいい、いいでしょう、ね。私の、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 こらこらこら、私のよ、こらこらこら、私の、返して、返して、私のなのに、俺が作ったのに、もう、よし、釣り大会開始、イエーイ、釣り大会開始、イエーイ、いやじゃあマーシーの部屋取り見してよちょっと、いいよ、確かに。釣り大会終わり。じゃあマシの部屋見に行こうぜ。終わるよ。マシの部屋ね。こっち。なんで俺より浦田さんが場所知ってんのこれ。出てるんでね。あ、ほんまや、出てるんか。どうぞ入ってください。失礼します。私の現後から入りますんでね。なんもないですよでも。あとそんな物を適当に置いてるだけやから。さて、どんな感じかな。あー、おー、なるほどね。なるほど。え、カブが置いてある。あー、そうですね。お、奥の部屋を置く、カブ置き場。なんか男の子の部屋って感じ。すごい。紫をなんかいっぱい使ってるあたり意識高いしね。いや、高いな。そう ね、自分の色で。うわ、カブ置いてある、いっぱい。うん、ね、かぶって置けるんや、部屋に置ける、売るために置いてる。すごい、なんかめっちゃ和風やなこの部屋。そう、この奥は、ね、この奥は和風にしてる。ちゃんと考えられてる部屋が和風で、ね、飯作る場所みたいな、うん、ね、畳にも直に株置くん嫌やな。なあ、しかも売りに行くから畳燃えるで、こんなところに置いたら釜。ほんまやな、アンバランスやで。なるほどね、いいじゃないですか、和風テイストで。和風テイスティね、素晴らしい。これはどういうコンセプトなん、何も考えなしでやったん。いや、この奥は和風系の家具で揃えようかなって感じ。はあ、いいですね、素晴らしい ね。この部屋はまだ考えてない、適当に置いてるだけ。うるさ、お、なんか、なんだなんだ、うるさ。最近のやつやん。ああ、掃除機の音か。うん。え、捨てることできんの、ゴミ箱あったら、物を。すごっ。すごっ。ほんとだ。金捨ててみるか。やめな。いや、もう嫌なやつや。すごいな。がかかってる。すげえ。よーし、じゃあ、坂田の島行くか。よっしゃ、来いや。じゃあ、方の島を荒らして植えてくれやん。頼むわ。荒らして終わり。オッケー。いろいろ木とか植えてくれや。頼むわ。何してもいいの？ああ、まあ何してもいいけど。本当に？なんかそう言われると怖くなってくるな。ちょっと梨を1個いただいていきますね。いいよいいよ、どうぞ取ってください。何もないのに。梨はうちの特産品なんで、いくらでも取ってて。よし、お開きだ。じゃあマーシー、マイナスボタンでお開きに。はい、こっち、お開きにする。これで坂田の家に行けば島か。坂田の島であれしようや、かくれんぼしようや。あ、いいっすね、できるの。そんなマーシーが鬼だけどね。あ、ほんまやな、俺が鬼にならなあかんな、これ。ほんまや。見つけに行ったろ、かくれんぼ。かくれられるわ。真面目に、え、それってどれぐらいできんの？
できんのそれ。いやできるというか、まあその普通に隠れて、うん、探すだけ。ふふんじゃねえ。おい配信してんやぞ。これさ配信のこと考えろよ。ごめん。俺ってさどうやって部屋作んの？迎える的な。ああなるほどなるほど。オッケーオッケーオッケー。パスワードじゃなくてフレンドでいいと思うよ。坂田は呼ぶの。うん、わかった。おめかししておかないとな。それじゃみんなちゃんとおめかししてなんかいい感じにしてほしいわ。ファッションチェックするからみんなの。マジか。クエ空いてねえんだけど、このおめかしするほど持ってねえんだよな。この部屋空いてないんですよ。インターネットの島で。パスワードないといけないです。てんてんてんって書いてる人いる。なんでなん？でもあって、でもパスワード合ってたけどね。合ってたよね。期限があるのかな、もしかしたら。フレンドを招くで OK？ うん、まあいいよ。これさ、サム来れるかな？サム、フレンドやったっけ？サム、フレンドのはず。OK にしたけど、今多分。できたと思う。試してみて。サムがまず飛べるかやってみれば。サムね、フレンドじゃないですって言ってるわ。パサルにしようしようか。オッケー。うん。ゲートしてみまーす。はーい。フー売ってないんだよな、今この時間帯。そう。そうなんや。あ、24時間はないんやな。手回しのそれ、どうやってる？ん？時間飛んだら、そんなに服が入ってたのか。うん。あ、そうだ。みんなやり込んでんな、ちゃんとな。服買おうに。面白いよ。じゃ作れないんだよな。なんかでもちょっとみんなでやれておもろかったわ。もう終わるみたいな。確かに。今まで楽しかった。BGM やったなと思って。今すぐゲットできるもんなんかないかな。服はなかなかないよね。ないか。ヒーローロボの DIY とかある。よっしゃ、書くで。ほい、はい、うん。じゃあマッシュ一番最初で。はい、行きます。はい、どうぞ。今わっほー。よいしょ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 。そうか、ゼロゼロとか言っちゃうからこれ。ああまあしゃあない、それしゃあない、もうしゃあない。一回画面隠すか。お出かけしたい。まあパスワード別に見えても、ね、まあ来たらお昼日にする。うん、よし。あれちゃん、マーシュやるぜーとか言いながら打ち込んだらいいじゃん。要はそうそう、ブレーデーデーデーブレーデーデーブレーデーデーとか言いながらやったら多分聞こえへんし。今俺そう？え、みんな？あれ？誰か？あ、びっくりした。もしもし？はい。あ、はい、びっくりした。今セラがロボ化して終わったよ一瞬。マジか。ブラブラって言って
お、いけるいける。入ります。いきます。マジでも普通に打ち込んでて隠す気ないって言われまくってんで。いや、大丈夫。何個かあのミスタイプかましてるから。ああ、それいいっす。わざと。わざとね。うん、いいですね。じゃあチェックするか。いや、服ねえんだよな。誰が行きますか。お願いします。じゃあ私行きまーす。はい、今向かってまーす。早速ファクサツンチェックなんだけど、しもくんの今回のコンセプトは何なんですか。服のコンセプト、ファイヤーエンブレムに出てきそうな職業踊り子の女の子。あー、踊り子っぽい感じでね。仙台やったら分かってくれるはずや。お、分かるで。もう一回行動させてくれるやつな。そうの、イメージしたファッションです。モノクロになったらもう一回カラフルになるやつな。そうあー、ほんまでもええやん。なんかどっかの宗教的な感じに見えるわ。それは褒めた、ね、私よ。なんだこれ、リンゴやん。リンゴもろて。いいよ、リンゴあげるあげる。持って帰って。わかった。サカタタサカタサカタ、難しい。頑張って読んで。もうやめた。もうやめた。やめたか。サークル。やめた。じゃあ。お坂と大島のファッションチェックコーナー行きますか。パスワード。64。ちゃんと言わんと。うわ、雑草だらけやん。汚い島だな。いや、うるせえ。ゼロ。ええやん、なんだこの島。汚い島だ。自然を愛する。テントしかねえじゃねえか。汚い島だな。そんな。めっちゃ手振って。うわ、ほんまや。うわ、なんかでもいいな。いい感じやん。これ入れるようになったら教えて。施設感ゼロ。入れるようになったら教えてください。もう入った、オッケーだよ、うん、あ、じゃあ行きまーす。マジやば。踊り子やろ、これ。踊り子だね、これは。まあ、いいな、あの、フェイトのキャスターじゃなくて。あー、はいはいはい、おったね、こんなん。うん、あの子っぽいね。キャスターね。金稼ぐだけで、金稼ぐだけで服買ってねえんだよな。あー、金の亡者みたいなプレーの仕方してんねんな。そう、効率中になっちゃうよね、これやってるとね。性格出そうやな、このゲーム。特にな、ね、その全てをクリアしてからなんか可愛くなっていいんじゃないかな。あー、そう、なんか全クリすると島ごとなんかクリエイトできるみたいな話聞いたことあるわ。らしい ね。うん、彼がおもろいってみんな言うてる。ね、汚ねこの家、あ、部屋、島。この島マジ汚ねえよな。おお、誰が汚いねえな。どう違うの？わからんねえけど、みんなとどう違うの？わからんねえけど。雑草が生えてる、いっぱい。雑草しかない。ええやん、別に。引き抜いたら。うわー、手振ってる。なんか、真摯にキモいやつ来たんやけど。ずっと同じ服や、こいつ。ハイソックスやしさ。ないんすよ。野球少年みたい。うん、坂田さん。はい。これを。こちらを。あ、ちょっと置けない。なんだ？なんだ？なんか来た。なんだ？なんだ？今回入れたやな。なんだ？今回入れたやな。今回ちょっと可愛い感じにしてると思うぞ、俺は。いや、お笑いに来てんじゃないかな。あ、さっき言ってちょっとこう俺らにさ言われたから。あ、なるほどね。そう、笑いを取りに来ると思うねん。
ここで可愛い感じだったらちょっとなんかこう疑うかもしれん俺今後。あ、実はめっちゃ声が低いのに声高い、わざと声高く喋って、どっかで嘘ついてんのかなこいつって思ってしまうぐらいちょっと疑いそうになるな。この名前もそうだね。どっちで来るかな、どっちやろうな。今サボニヤニヤしとるんやろうな。可愛いこぶってると思うんだよな俺は。やばい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 って、やばいやばい、汗かいてる、汗汗汗。どっちだ。あ、笑い方面に来ましたね。いやいいな。なんで持ってんねんそんな。いいめっちゃいいアイテム持ってんじゃん。なんで持ってんの。なんやねんそれ。ずる。当たりました、ね。ずる。すごいな。おもろ。ずるい。ちょっとじゃあこの島改革してくださいよ。潮干狩り来たおばさんみたいな。じゃあ坂田さん。うわ、何このクマ。太平いたやん。誰それ。坂田さん。あ、そいつ坂田さん受け取ってください。うわ、受け取ってください。こんな雑草あったんやな。どこっすか。うわ。入り口です。どこっすか。雨降ってるってことはシーラカンス一本釣りできるやん今日。ほんまやほんまや。え、そうなん。シーラカンス釣れるやん。これシーラカンスや。あ、おる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 。取って取って。マジで取ろう、マジで取ろうそれ。取って。お、それいけるそれいける。あ、おいた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 。来た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 。何の？鈴木。これ何？鈴木かい。鈴木や。鈴木かい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 。あれ？鈴木かい。汚ねえ島だなマジで。汚ねえ島だな。汚ねえ島だな。一挙やんか。お前らの島と何一つ変わらんから。おい、キーを出す。ノーリアクションで切り落とすな、キーを。拾うな、そして。ちょっと、いい島にしてよ、みんな。いい島ね。うわ、鈴木か。しょうもないな。白川さん、雨。雨いいね。よし、じゃあ木全部切るか。切ってくる？もう切ってる。切ったらどうなんの？そう、DIY しよう。あ、そっか。え？ 24 時間やってるから。うん。斧作れる。よし、とりあえずこれ邪魔。いやこれ切ってどうすんの？あ、え、一回で潰れた斧。運が悪いんだ。そういう時あるよな。じゃあみんな頑張ってください。ほら、坂田、これやるから。どうすか。うわ、あ、金や、金、すげえ額の金くれた、なんか今受け取ったってことは、やっていいってことだよな。あー、これあれや、金であれや、解決して俺の島をぐちゃぐちゃにしてなんかストレス解消するやつや。いや、いいけど。すげえ、早速作業始めてるやん。俺の島が何の理由もなく壊されてる。何の理由もなく壊されてる、いたずらに。いけー、やれやれ、やってまえやってまえ。話になってくんな。いや、いいな。俺の島も やり返していいからね、全然。やんねえよ。やんねえわ。いいよ、やってくれて。やれやれやって。ビートが作れるやんの、この島。坂田でもこれあれだね。やり直すんだろうね、真剣にやるってなったら。真剣にやるってなった。でも金もらってるからな、金。確かに、もったいないな。金もらってるからな。お、ブラックバスちゃうんか、この大きさやったら。お、確かに金あげて。はい、あ、はい、かくれんぼやるって言ってた。はい、お、あ、ほんまや。かくれんぼしよう。こんなめっちゃ切ってしまってるけど、切ってるからこれダメやって、見つかりやすくなっちゃってんじゃん。じゃあかくれんぼね。マーシー、飛行機のとこまで行っといてもらって。わかった、もう一回してね。じゃあかくれんぼで一番最初に見つかったやつアウトね。オッケー。え、まあ、どうなの？もういいの？家の中ダメよ、でも。あ、オッケー。うん。坂田さん、このアイテム渡しとくわ。どれ？どこだ？広場に来てくれ。建物の中はなしってことね。うん。建物の中なし。さすがにそれあったらな、ちょっとな。あ、ここに来い。
坂田このお前はしごを持ってないと多分不利だ。はしご、はい、これで上に上がれるようになる。どこの山の上。え、そんなできんの、すごっ。 え、やば、そんなんできんのや。八島くん、もういいよって言ったら。オッケー。待ってるわ。もういいよ。いや、お前はな。もういいよ。いや、お前はな。もういくつ寝ると。お正月。え、もう浦さんもええん。いいよ。じゃあ俺もええよ。いいの？サムは？サムオッケーですって。オッケーって。オッケー。なんか島君がチャットで誰推しですかとか聞いてる。どういうこと？あ、どういうこと？ネタで放送の上であの NPC に話しかけてる体でやってた。いきます。はい。いやーこれね、でもね、隠れるとこっつってもね、いるんだけどここに。誰これ？え？使ってるぞ。はい、サム、サム、サムアウトー。イエーイ。イエーイ。照れてる。かや。どこにいたんだよお前。木の裏。放送画面見えてないわ。木の裏におったわ。はいや。で多分な。これほふく前進とかないんか。崖の上におると思うねんな俺。みんな。本当だ。隠れんの下手すぎだろ。見えてたもん。高飛び棒なかった。ああ、なるほどね。諦めた。あ、それはあかんわ。うん、どこだろうな。こういうとこおんねん。さあ絶対怖っ。どこにいんだろう。怖いな。ワクワクするな。行くで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 。でまだ見つかってないからな。行くで行くで行くで。誰も見つかってないぞ。うわ、なんかこの高台めっちゃやな、これ。すごっ。見つかってないまだ。おお、ね、見つかってないぞー。絶対どこある。で、裏とか行ったらわかるもん、ね、これ、ちなみに今マーシュの配信を見てる。お、マジで。あ、それずるいやん。見てる。ちょっと待って、マーシュ問答無用で腹枯らすのやめて。走って。すまんやろ、この島誰も。見てる。見てる。あ、待って、なんかおったの今。見てた。島君の伝説の曲や。まあ見てないやろ、見てないやろ。見てる。意外におらんな。サムが早すぎるんやって。ちょっとね。でも裏とかにいそうだな、その坂の。そうなんやな。この崖の裏とかだったら怖いよな。面白いな、これ。ワクワクするな、なんか。ね。全然いいひん。じゃあこれ、時間決めようや。あと何分みたいな。ちょ、待てや。じゃあ、あと4時間ね。よっしゃ。長っ。長っ。絶対俺やろ。ここ絶対俺やろ。長えな。おらん。おるさやったね。この下は降りられへんのか。おっ、なんか、じゃあ残り5分ということで行きましょう。これ11時2分やから10分までにしようか。じゃあ11時。あ、8分だね。 OK、うん、どうやって見つかんやろな、これ。あれちゃんも、うん、なかなかむずいよね。えとか全然もろ全然見つからなかったな。全然見つかん。今逆に誰かのすれ違ったりした？俺のとこすれ違った。え、マジ？うわ、え、怖っ、うん、やばー。普通にスルーした。意外とかくれんぼが成立しちゃうんだ、このゲーム。なあ、このとこにあったらすんちゃう。さあ、マーシーどうする？残り5分になったらちょっと見つけやすいやり方ちょっと教えるわ。ピコンとか？そんな、そんなすんの？うん、え、嘘やん。え、結構回ったぞ。あ、マーシー一回地図見よう。ん、あ、通った。
もしかして。うん、一瞬ね、見えた。え、嘘。そんなん言うてん。俺も。ちょっと待って。あれ、まさか戦乱も。え、何何？いや。うん、大丈夫、大丈夫。この家の裏とか俺やろ。お、待て待て、なんかおったぞ。お、待て、誰だ今の。あ、おい、サムかよ、ふざけんなよ、マジで、こいつ。サム、走んなよ、お前、マジで、ビビったよ、今、黒い影見えたって、シャ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 って。ビビる、ビビるって、お前、マジで、それ。邪魔、邪魔してきた。妨害工作。クソ妨害やったぞ、今の。あ、おったー、ここ誰だ。いやー、待たせよっしゃー、やったー、投げた、アウトー、投げた、アウトー、やれー、一瞬下がった、うわー、投げた、アウトー、うわー、ゴー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 、レッツゴー、木の裏やな、木の裏怪しいと思うねんな、木の裏よ、100木の裏よ、あと崖の上乗りそう、ポニョ、あー、なるほど、崖の上はあると思うね、あ、いたー、手見えてますね、誰、イエーイ、あと千羅か、はい、じゃあ逆にこれ千羅見つからなかった、すごいぞ、すごいな、やったぜ、あれあれ、なんかおるぞ、多分、あやった、見つかったー、やったー、面白くないこれ、面白い、面白いな、みんなテンション上がって鬼ごっこみたいなのできらんの、おおすごい、すごい悪い人いっぱい、鬼ごっこ、うん、あ、鬼ごっこ、まあできないことはないでしょ、ないん、じゃあマーシー鬼で、タッチ、浦さん鬼、ハイタッチ、ハイタッチはい、サム、てか画面外だから画面外だから、あおー、え、これはどこ行った言ってる時さ、どう、何をしてタッチとすべきかわかんないよね、もうええねん、真剣に考えんだよ、普通の画面外で戦うな、無理やから画面外で、いやー、いい感じですね、だいぶやってんの知ってた時間あ、やばい、じゃあでしょうね、確かに82分やってる、82分やっとるぞ今、やば、もうええわ、終わります、はい、ファイヤー、すごいわ、ずっとずっと1万9000人とか2万すごい ね、この人数ずっと見ててん、またやろうぜ、またやりますか、ね、面白い ね、いや、かくれんぼやね、やっぱかくれんぼが最高、もっとなんかこう複雑な感じとかいろいろオブジェ置いたりしたらもっと多分隠れるとこ増えるやろうから、確かに、じゃあかくれんぼ、隠れる場所を作る、そうそうそう、ステージ作ろうよ、それだな、確かに ね、作ろう、かくれんぼステージ、うんうんうん、それはあり、あり、よっしゃ、じゃあというわけでね、皆さん、はい、本日ありがとうございました、ありがとうございました。動画の方も投稿したのでぜひぜひ見てください。ルーレット見てください、よろしくお願いします、あれ一人おらんな、お願いします、お開き、お開きになっちゃった、お開きにする、お開きの時間、お開きです、あんちんぽんポペポポ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 ン、面白かった、面白かったです ね、 ね、あとです、切った、切ります、じゃねー、はい、バイバイ、じゃねー。